キッド、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。引き続き何回目かのパート、帯揚げを考える帯揚げ考察。今日はちょっと入りくーとか、なんちゃって入りくーとか、入りくーとか、入りくーです。それでは行っちゃうよ。何かと入りくはいろいろなところで活躍しちゃいますよね。検定なんかも入りくなんていうお題があったりしますもんね。これズームでやります。5月のズーム、5月の9日のズームで入りく検定についての入りくを一緒にお勉強したいと思っています。なので今日はこの入りくの説明じゃなくって、入りくこんな風だとちょっと残念みたいなやっていこうかなって思ってます。こんな風に入り口作ってみました。ちょっと上手にできなかったな、みたいな感じで作っていますが、入り口なかなか難しいので、まず真ん中がここです。真ん中ってこの襟合わせに合わせてこなくちゃいけないので、真ん中がちょっとずれてると、それだけでだいぶちょっと違った感じがしちゃいますね。入り口の真ん中は下の合わせで、合わせてください。なのでちょっと入り口真ん中がずれちゃうと気持ち悪いです。次は入り口は一番高いところはやっぱり真ん中にした方がいいと思います。そして全部の太さ、どこの太さも同じになってる方がいいですね。脇の方がいっぱいちょっと隠したいところあるから広げちゃったみたいで、脇が太くて真ん中が細くて、やっぱり脇になるとこの辺いろいろ入れなきゃいけないから太くなっちゃう。よくあることです。私も、あ、大変だわ、横いっぱいなっちゃったって言うと、この辺が太ってしまうこともよくあります。なので、そういうところに注意していかないと、入り口は割と目立ちます。また、こういう端の染め止まりのところとか、飾り結びだったら可愛くいろんなことに使えますよね。でも綺麗に入り口をしなくっちゃみたいな時ってなかなかここを出したっていうのはできれば綺麗にしまえるような条件が揃うといいかなって思います。入り口の下の線があまりにもこう垂れ下がって丸くなってしまっているのもちょっと細く見えなくてお腹が逆に出っ張って見えるような、そういうような効果と言ったらおかしいですけど、そういうような要素もあるので、入り口の下のラインがあんまりこう垂れ下がらないようなことも気をつけていきたいです。そして上のラインも凸凹に波打ったりしないで、綺麗な丸みを出してあげられると理想的だと思います。入り口はとても難しいですが、綺麗に決まるととても美しい一つのスタイルですよね。若いお嬢様たちにも今は飾り結びをする方が受けるようではありますが、ご立派なとても素敵な高価な帯揚げなんか来るとやってみたい帯揚げのやり方の一つです。さてこれが紹介の最後にしようかなって思ってます。一見綺麗にできているような感じ、真ん中も合ってそうな感じですが、ここが何もまっすぐでストレートで、下だけこう入り口の入りがあるというような感じになると、ここがストレートになるとやっぱりまっすぐにあまりにもなりすぎてしまうと、なんとなく太った感じに見えてしまいませんか。もしもまっすぐで一文字にするのであっても、あまりここをストレートにこう作りすぎてしまって、まっすぐに特化してしまうとちょっと太めにお腹が出てるような感じに見えてしまう可能性もあるから、そこのところは注意してやっていきましょう。難しい入り口ですが、自分のものにするといろいろ便利なことがありますよ。一生懸命練習して、ぜひ手につけたい技術の一つです。入り口をきれいにする。これも大事な大事な、私たち着付けを勉強していたら絶対やりたいことですよね。やってみましょう。さて、今日は入り口にちょっと考察してみました。いかがでしたか？自分の技術も見直したり、私も自分でまだまだ練習したいところです。入り口って難しいからね。それでは何元気注入して今日もお別れしていきます。いく
よ。元気チュアね。